青森山田高校の三輪幸輝選手。身長は1メートル62センチと小柄です。持ち味はスピードを生かした超攻撃的なスタイル。台に近づいてラリーではなく速攻で勝負を決めます。さあ、この後の2球目レシーブ、三輪選手速いフットワーク。去年行われた世界ジュニア選手権では得意の速攻が冴え、ライバルの中国勢を次々と破ります。優勝を果たし、世界ランキングは日本人で3番目にまで上昇。オリンピック3人目の代表の有力候補です。この1年ぐらいで本当急に意識し始めて自信がつくようになったし、ただまあ少しずつ、まあ、その世界トップ選手とかとまあいい勝負ができるようになりました。7歳で卓球を始めた丹羽選手、早くから国際大会で経験を積み高い意識を持ち続けてきました。得点しても厳しい表情を緩めないのは幼い頃から続けていることです。表情に出すのが一番ダメなので、相手にも余裕を与えてしまうので、勝つまで本当に緩まないで一本ずつ丁寧にやってます。ここが丹羽選手の部屋です。お邪魔します。その意識の高さは私生活でも。これが、昨日買いました。これがへスポーツ選手の本を読むのが趣味。長友さん、北島さん、良さそうだったらすぐ買っちゃいますね。読み終わった時はやっぱ意識が変わりますよね。トップアスリートとしての心得を学んでいます。丹羽選手の向上心をさらにかきたてた試合があります。日本のエース水谷隼選手と対戦した去年の全日本選手権。クロスで取りました。すごいコースでした。ポイント水谷。1ゲームも奪えず、力の差を見せつけられました。彼も若くてこれから絶対トップで活躍する選手なんですけど、まあ、こういう試練があるんだよっていうのを彼に伝えることができたと思います。まあ、0-4 で本当にボコボコされたので、まあ、それはちょっとまあ悔しかったです。あの負けによってまあ自分がやっぱまだまだだなと感じましたし、なのでまた一から頑張ろうと思って。この1年間丹羽選手が取り組んできたのがバックハンドの強化です。バックハンドはバウンドした直後のボールを捉えやすいため、前で戦う丹羽選手には欠かせないスイングです。しかし強い球を打つのが難しいスイングでもあります。そこで丹羽選手は左腕を極限までしならせることでより強くボールを打とうとしたのです。まあ、僕の場合こうやってバックスイング大きく取って振り抜くんですけど、他の選手はまずそんなバックスイング取んないでちょっと振りがちっちゃいと思うんですよ。だから僕の方が振りがでかいので、まあ、威力があるボールが打てる、まあ、しなりが良ければそれなりに速く打たせると思います。今ではフォアハンドと同じくらい強く打てるようになりました。フォア側に来たボールもあえてバックハンドで打つほど自信を持っています。フォアもバックも互角、もしかしたらバックの方が互角以上に振れるという、まあ、珍しいタイプの選手です。世界を狙えるバックハンドだということだと思います。そして今日の全日本選手権、鍛えてきたバックハンド、次々とポイントを奪い、去年に続いてベスト8進出を決めました。大会最終日の明日、
水谷選手と対戦できるのは決勝戦です。去年簡単に負けて僕自身もすごく落ち込みましたし、なのでまあこの決勝という舞台でリベンジできたいと思ってます。